いやー、せつなけいすけだよ。前回やられたとこからもう、直でやっていきたいと思います。こいつから逃げるんですよ。この、なんて名前つければいいかわからんようなやつから逃げるんですよ。一旦下がって、ちょっと U ターンして上に行くパターンで行こう。キャッ。そんなに速い。あー、いける。いける。あー、詰まクラッチ横。詰まクラッチ横。誰それ？誰それ？よいしょ。あかんの？なんであかんの？こっちか。こっちで行けってか。あかん。あかん。こっち。よっしゃー。また、あー、来る来る来る。いやー、早い。早いけど、なんとかなったー。あ、いけた。逃げ切った？あ、桃田。足軽さん、扉を閉めろ。わ、わかった。おっちょきりひょ、おっちょ、おっちょきりほい。よっしゃー。あ、まだ来る気か、あいつ。止めれるんか？いけるんか？しつこいぞ。止まった？あ、まだ、まだか。涙目じゃん、これ。くそ、白夜さん、かませキャラだったんや。こんな恐ろしいゲームだったなんて。俺らはあんな軽いノリで始めたのかよ。帰りたいよ。 HP がゼロになれば死ぬ。これからどうすればいいんだ？うなだれてる。みんなもううなだれてる。進みましょう。進む？効力の高いモンスターと遭遇したら終わりなんだぞ。このままここにいても何も変わらないと思う。だったら悪魔が言っていたように進んだ方がいい。悪魔の言っていることなんだぞ。信じられるのか？二重で契約の確認を取るところ、自らが手を出してこないところ、携帯ゲーム会社のやり方は守ってると思う。それに動いた方が HP も回復するし、他のプレイヤーとも合流できるかもしれない。確かにな。他のプレイヤーおるんかな、これ。 ちょっと心配ですけど、まあ、おりそうではあるような。できれば女性キャラ欲しい、女性キャラ。もう、SAO で言うアスナー的ポジション欲しいんやけど。わかった。進もう。おい、ガキ、いつまで倒れとんな。桃田、大丈夫か？立てるか？ありがとう、お兄ちゃんたち。行こう。優しい主人公。こういう時に頼りになるタイプだったな、主人公は。いいよ、名前忘れた。主人公の名前何だったっけ？主人公の名前何だったっけ？ 主人公の名前忘れてもた。苦情言ってやる、あいつに。おい、お前。出してくれよ、こら！って言っても聞かんのだろうな。雷降ってる。桃田大丈夫？雷とか大丈夫？あ、雷よりゴキブリの方が嫌い？まあ、そういう人おるよな。おっと、新しいモンスターおる。あー、なんかもうバイオハザードに出てきそうやもん、あんなん。悪魔じゃないよ、もう。悪魔じゃなくなってきてる。よっしゃ、セーブポイント。さっきの何だったんじゃ。戦わんかったな、結局。どこ行ったん、あいつ。気になる、めっちゃ気になる。バズバズ研究室とか、もうバイオハザード要素やん。バイオハザード臭めちゃくちゃするんやけど。なんなん、タイランド的なもんが出てくるん？あと、グラサンの男とか出てくるん？文字がかすれて読めないな。重要なところなのに。こっちかな。おっと、なんかゲートがいくつかあるけど、なんか意味ありげやな。なんだろう。あっ！さっきのやつ、さっきのバイオ兵器、バイオ宗次郎、バイオ宗次郎め。よし。なんか反応するんじゃ。センサーがあって反応するんじゃ。で、反応して一つの部屋に、一つの入り口につき一つ出てくる感じか。もう全部出してしまおう。全部出して、もう先に全部潰してしまおう。そうしよう。バイオ宗次郎め。バイオ宗次郎。硬いな。3回攻撃か。言っても3回攻撃やけんな。大してそこまで強いこともないだろう。よし。
こういう必要な攻撃回数が一つ増えただけだ。こういう感じで、来てくれたら切る。本望です。これは？これってもう一回出てくんかな？無限じゃない。で、部屋出ていったらどうなる？これ読み忘れとったんよね。あ、読んだわ、読んだ、読んだ、読んだ。何も俺読み忘れとったわ、読ん、あー漏れなく4匹出てきてるやん。漏れなく。無視、こんな無視、無視、無視、次行く、次行く。ガス実験室。ガス兵器。最近、何の部屋？え、あれなんかな？徹子さんかな？まさかの徹子の部屋なの？収録中なんかな？じゃあ邪魔せんでおこう。よいしょ。倉庫。まあ、研究の材料とか置いてあるんやろな。とりあえずこっちが気になる。あかんのかい。気になるけど入らせてくれない。敵は無視。こっちも。じゃあ徹子の部屋から入らなあかんの？徹子の部屋も鍵かかってる。そりゃ収録中やもん。入られたら困るわな。これは？貯水場、排水スイッチは？排水スイッチは何？場所とか教えてくれよ。まあ、排水なんかする必要ないんやけど、今のところはね。絶対排水したらあかんな、これ。排水したらあかんパターンやな、これ。排水したら中のやつ出てくるな。あっ、入れるん。ここ排水口とかじゃなくて入れるん。入った先に何があるかわからんけんな。後回しやな、後回し。と言っても、ここの部屋全部見てしまったな。一旦先こっち見てみるか。何これ、鍵かかっとる。そんでこれは黒い愛情を捧げよう。なんだ黒い愛情って、なんなん？不倫の心か。不倫をする心なんか。そんな愛情、愛情ではあってもさ、もう本当の愛とは言わんと思うわ。じゃあなんだ、ここしかないよな。え、ここ突っ込んでいくしかないな。こいつ何かもわからんので戦わなあかん。え？え？お、お前。無視す。あれ？恋できんで、これ。なんこれ？敵かどうかのお前に攻撃すらできん。なんか押したけど何？何何何？な、あおーっと！水減ったー。なんかおるし。水が引いたね。どこに行ったんだろう。あ、こっちは排水溝の方だったんだ。深い穴が開いている。いやー、なんこれ。で、これなんなん？干からびたような何かがある。干からびたよ。水抜いたら干からびちゃったよ。ごめんな。え？で、こいつはもう無視でいいんだ。なんだったんや。なんだったんや。水抜く必要あったんかな。元には戻せんわな。水抜いたら何かがあるんかな。なんだろう、黒い愛情点が何かも分からんけんね。これが金になってどっか開いてくれたらいいんやけどな。あれ、あ、これ2つ入り口があるだけかい。おい、徹子の部屋、徹子の部屋、収録終わっとんじゃん。収録、収録終わってない。なん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 、ガス実験室も開いてないです。なんだこれ、突然積んだぞ。黒い愛情、黒い愛情ってなんだ。セーブしとこうか。バズバズ実験室、何の実験しとったんか全然わからん。これガチャって言うあたり、これがなんかあるんだろうな。なんかあるんかな。扉をなんか順番通りに出ていくなり、そんなんがあるんかもしれん。とりあえずこいつは潰すか。邪魔になる。邪魔、邪魔やけん。マジで邪魔やけん。手作りの部屋の近くでこんなん出てこられたら、それは邪魔やだね。邪魔やねん。邪魔やねん。邪魔やねん。あ、ちょっとダメージ食らった。ダメージちょっとでかいな。前に、前の敵に食らった時はもう一つゲージが少なかったと思う。一目盛り分しか食らわんかったはずなんよ。こいつ二目盛り食らったぞ。
え、今なんか音した。どっか開いた？もしかしてどっか開いたんかな。え、なんかあったん？なんもない。なんもない。なんもなーし。なんやこれ。そして、ウワイトルガンな。これ入る順番とかどうか。アイアン。アイアンコー。わからん。全然わからんで。開け。ごま。あ、開いた。なんか知らんけど開いとる、これ。徹子の部屋収録終わっとる。何があった？全然わからんけど。そしてこれ何？まか不思議アドベンチャーです。何かが理由で開くんやな。何かが理由で。ここは開いてない。なんで開いたん？全然わからん。しかも開いたところで何もなかった感がありますせー。なんかここをぐちゃぐちゃ、うろうろしとったら開いたんよな。あ、なんでこっちも開いたん？絶対入り口の入り方にヒントがあるぞこれ。なんか入り口の入り方に絶対ヒントあるわこれ。ガラスが吹き出している、うん、ガス実験室なのにそんなガスが、ガラスじゃないよこれ、ガスやん。ガラスって言っちゃった。なんこれ。ガス実験室での実験を行う際はしっかりとダクトをつけてください。ついとんな、ダクトで。薬物があって、これはダンボールには何も入ってない。ワイプと書かれていた。ティッシュが買おう。ワイプっていうのはティッシュの銘柄か。何の情報だね、ワイプって。ああ、なんもない。嘘やろ、なんもない。けどなんか絶対入り口の開かないの基準がこれっていうことは分かった。こうなんか2回入ったら、往復したら、ほら、なんかおる。なんかおるで。全自動洗濯機みたいなんが。鍵かかっとる。ダンボール。怪しい。怪しいぞ。見る。あー、なになになに、大丈夫か、サトシ君。お兄ちゃん、ガラスの破片が大量に入っていたみたいだ。なにそれ、ちょっとダメージ食らっただけ。クソ、やりやがって。あー、お前おったんか。何ガンガン言うてたと思ったらお前だったんか。しかもダメージ食らってない。いつぞやの太郎状態。あー、食らう。たまに食らわん時があるんやな、なぜか知らんけど。オッケー、こっちは。あー、なんか敵っぽいんでできたかな。あ、敵じゃないわ。手袋か。本気でビビった。ほうやもん、これもうタランチュラっぽい。もう白いタランチュラや、もう見た感じ。手袋、人数分あるけどなんかこの手袋役に立つんじゃん。そうでもないんか。あ、絶対これなんかあるわ。動かす、動かす理由ないよ。え、なんか動かしたらなんかあるん、これ。これ以上動かせないみたいだ、言われとるで。じゃあなんで動かし、あ、これじゃ、これなんかある。はしご、やったー、はしご。そしてなんかある。地下室とか、もうほんと研究室っぽいやん。実験室。そしてこっちはなんかわからんや。なにこれ、なにこれ、幽霊来た。なんか幽霊来た。全部倒せってか。全部倒せってか、全部倒せまで出られまてんか。全部倒せまで出られまてんか。え、あ、これ実体のやつと残像とかあるぞこれ。よいしょ、実体潰せってか。濃いやつだけ叩けてか。あ、うん、濃いやつだけ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 、濃いやつ。あ、薄になった。あーし、あー、俺が切るときに薄になるな。よいしょ、よし、いいぞ、いいぞ。叩き方が分かったらこちらもんじゃい。よい、あー、よいしょ、よいしょ、そこじゃ、そこじゃ。はい、はい、はい、よし、あと1体、あと1体、あと1体セーブしたい、セーブしたい。
よいしょ。よいしょ。よし。よし、出れるだろ。オッケー。なんかある。なんかある、今。なんかあった。なんかあった。ここなんかあった。あー、なに今のー。あ、これ、この前のところや。はあ。なにこれ。じゃあ、ここで一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。